やめチャンネル TV 始まるよ。皆さんこんにちは、やまチャンネル TV のやまけんです。今日はね、ラーメン食べていこうと思います。これね、家系ラーメンかな。はい、ということで早速いただいていきたいと思います。スープからね。あ、濃い濃い。ちょっとこっち持ってきていい？あ、これね、ご飯があったら嬉しいやつだったね。ご飯がないっていうじゃあいただいていきます。うん、おいしい。あの麺がね、なんて言えばいいのかな、まあできたばっかりっていうのもありますけど、麺が全然スープを吸ってないという、あのふやけてない、そんなラーメンです。食べちゃうね、これ。あっか。ラーメンってでもさ、まずいお店ってあんまないよね。なんだろう。だってインスタントラーメンにしたってそこそこ美味しいじゃないですか。あのお腹減った時、特に夜食べるね。あんま夜食べちゃダメなんだけど、ね、夜食べるインスタントラーメンなんかすごく美味しいなと思います。チャーシューこんな。で前ね、どこだったっけな、もう10年ぐらい前かな。あのもっと前かな。たとこだって場所はねちょっと忘れちゃったんですけど、仕事でね、なんか出張かなんかで、どこだったかな、なんか行って、うん、あのレンタカー借りて、どこだったかな、新幹線で行ったんで確か。まあいろんなとこでちょっと行ってるんであれなんですけど、でレンタカー借りてね、仕事の打ち合わせ行って、で帰りがけになんかね、ちっちゃいラーメン屋さんがあったんで、車走ってたら、あ、ここでラーメン食べて帰ろうと思ってね。なんかラーメンってその場所場所によって全然味が違うじゃないですか。特徴が違ったりとか、で見たこともない、聞いたこともないラーメン屋さんがあったんで、そこ入ったんですけど、そこね、まずいんですよ。なんだろう、確かにチャーシュー麺を頼んだんですよ、その時。僕、まあ大体基本チャーシュー麺頼むんですけど、でね、なんかね、肉の厚さが厚いのと薄いのがあって、出来上がりを見た時に、ちょっと嫌だなと思ったんですよ。なんだろうなっていう。ね、で食べたらね、なんか醤油のラーメン、醤油ラーメンなんですけど、醤油の味が全然しなくて、とにかく薄いんですよ。で薄かったから、あの卓上にあるね、醤油を少し入れたんです。でお店はなんか大将と弟子みたいな2人やってて、で僕のはなんか弟子が作ってくれたんですけど、でね、醤油さーって入れて、であと塩もあったので、塩ほんの少しだけね、味整うかなと思ってちゃっちゃって入れたんです。そしたらね、それ大将が見てて、その弟子にわーみたいな、なんかぶち切れちゃって、でその弟子にバーって文句言った後に僕のとこ来て、あれお客さん味薄いですかって、
だからまあ味はちょっと全然しなかったんで、いいっす別に醤油入れたんで大丈夫ですよって言ったんですけど、なんかねそのなんか店主だか店長だかその師匠みたいな人が切れちゃって、弟子に対してね、何まずいラーメン食わしてんだみたいな。でまあチラチラ俺のそのラーメン見て、でやっぱりチャーシューのその切り方も熱いのと薄いのがあって、いやそれでまたぶち切れてんですよ。すげえ切り方なのそれが。なんかあのお玉みたいなのこう投げちゃうわ、バーンって。で弟子もすいませんすいませんみたいなね。で僕は僕でいや大丈夫ですよって言ったんだけど、なんかあのお客さんすいませんすぐ作り直しますとか言って、で今度はその大将がなんか作ってくれて、でね大将のラーメンはね見たらね、チャーシューもあの同じ厚さで切られてて、あさすが大将だって思ったんだけど、食べたらね味薄いのね、あの下手したら弟子より薄いっていう。もうしょうがないからで入れらんないじゃん醤油、なんか大将が作ったの。まあそんななんかねすんげえぶち切れた後だからね、だから本当にお湯みたいなラーメンを我慢して食べましたよ。何だったんだろうあれ。あれがね、あ、海苔ここにいっぱいあった。あれがね、ヤマケンが食べた唯一なんかまずかったラーメンです。なんだろうね、まずいよ大将とも言えないし、なんか本当ボケなのかなって思うぐらい。ボケて薄く作ったのかなっていう。そうね、ラーメンって言うとその記憶が蘇ります。スープ美味しいな、これスープ美味しいんだけど、なんかさ全部飲むと体良くないとか言うよね。海苔、海苔は最初に浸しとくべきだったかな。そうするとなんかスープの味ちょっと変わってね、今更っていうね。あのラーメン屋さんまだあんのかな。絶対ないよね、あれまずいし。親切なんだけどね、なんかわざわざ作り直してくれて。はい、ということで本日はラーメン食べてみました。何ラーメンだっけな、ちょっと待って、これメニュー見るか。吉祥寺家系ラーメンだそうです、ね、これはライスがあれば一番良かったかなっていう、それぐらいこってりして美味しいスープでした。じゃあまた次回いろいろ食べていきたいと思いますので、よかったらチャンネル登録高評価ボタンよろしくお願いします。今回はありがとうございました。真っ赤なほっぺの君は僕の憧れ、ロマンティックな笑顔がとても素敵さ。真っ赤なほっぺの君は僕の憧れ、ロマンティックな笑顔がとても眩しい。山チャンネルでも見よう僕と二人で、今も昔も君は永遠の天使さ。チャンネル登録よろしくお願いします。